1月28日日曜日サンデーです。今日は消毒してもらって何ももうないです。今日は朝からゲームやってます。ドッカンバトル。でもちょっと Wi-Fi が使えないんで、ギガ数だけでもかなり5000円突破します。やばいです。 4G データを使ってっからやばい。どうしよう。やっぱね、インターネット見ないわけいかないし。はい、今日の僕の暴露日勤者のために、暴露話特別に話します。小学校2年の時、ガムを万引きして捕まり、学校の先生が来てビンタされて、あれは下校時だったかな。してそのまま家まで一緒に連れて返されました。以上です。それじゃあ皆さん、あと午後も頑張ってください。僕は寝ますんで、僕は寝る権利があります。はい、あなたたちはちゃんとお金もらってるんだから仕事してください。そしたらまたね。はい、北海道で、そうです、したっけです。さよなら。もうカウントダウン、昨日から始まってます。ちょっと昼間控えた方がいいかな。昼間の方がいいね。うるさいね。夜やったら怒られるかね。うるさくて。だから昼間やりますわ。了解。その状況に応じて、だって映ってないでしょ。施設映ってないからまだ大丈夫です。はい、俺の顔の顔面アップだけなんで大丈夫なんで。そしたらバイバイ。あっち見たことやってない。では最初はあいこじゃんけんしょ。あっち見てはい、おいしゃ、またね。はい、おかえりね。はい、これ2回目のしたっけです。したっけって意味は、退院前日に何でしたっけマンかっていうのをお話ししたいと思いますので、よろしくお願いします。それじゃあね、頑張ってください。さようなら。